皆さんこんばんは。受講生代表の徳田です。今回お越しいただきましたのは、株式会社 GRA 代表取締役 CEO でいらっしゃいます岩佐博樹先生。はい、よろしくお願いします。そしてブランドマネージャーでいらっしゃいます馬場俊介先生です。お願いします。はい、先生方本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さて今日の授業は食べる宝石磨きいちごのブランディングプロセスと題した授業です。この上質な複数品種のいちごの地域ブランド磨きいちごがどのようにして生まれたのかを生みの親である先生方にお伺いしてまいります。はい、まさしく今日はねクリスマスということなので、クリスマスケーキを皆さん食べながら、そのいちごを見つめながらぜひ授業を受けていただきたいと思います。はい、はい、では先生方に自己紹介をしていただきましょう。まずは岩佐先生お願いします。はい、株式会社 GRA 代表取締役 CEO の岩佐と申します。株式会社 GRA は、宮城県の山本町というところと、あとはインドのマハラシュトラ州というところで、最先端の設備を利用した、はい、いわゆるこう先端施設園芸という技術を使っていちごの栽培をしている、大規模な生産法人、その法人を経営しています。よろしくお願いします。はい、すごい最先端っていうワードが気になりますが、そうですね、はい、ちょっと後々スライドで教えてください。はい、お願いいたします。はい、ではスクー2度目ですね、馬場先生。はい、はい、ありがとうございます。お願いいたします。はい、馬場と申します。私も、GRA で、岩佐と同じく、ブランドマネージャーという仕事をやっております。うん、私は主にそのこの皆さんに今見ていただいているいちごの、商品の企画ですとか、それからより多くの方に知っていただくためのキャンペーンの、まあ、開発などを行っております。うんうん、なるほど。本日のタイトルにもありますがブランディングということなので、はい、その全てを担っていると。そうですね、そう言ってはい、いただいて問題です。はい、じゃあいろんなことを聞いても大丈夫ということなので、はい、ねほりはほり皆さん質問してまいりましょう。はい、先生方お願いいたします。受講生の皆さん気になることはどんどんタイムラインから先生方に質問してみてください。私たちいつも見ておりますので、たくさんのコメントお待ちしております。それでは早速授業に入っていきたいと思います。まずは授業の流れから見てまいりましょう。本日はですね、大きく3部構成になっておりまして、まずはその磨きいちごという我々の自己紹介を簡単にさせていただきまして、はい、でその上で今回の主題であるブランドの、プロセス、どうやって我々が、ブランドを作ろうと、頑張ってきたのかということを解説させていただきます。で、はい、最後に直近の事例として新しい展開をいくつかこれまた事例をベースにご紹介させていただきたいと思っています。うん、はい、ありがとうございます。ではでは磨きいちごとは、この素敵な名前のいちごですけれども、どんなものなのか、はい、はい、教えてください。はい、普通はこういちごというと、例えばとちおとめとか、はい、あまおうというように品種で語られることが多いんですけども、そもそも スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。